水戸八景、徳川慶山、このちょうど興奮亭からも見える千箱の景色ですとか、そういった風景を歌っている銀ですを聞きください。切実かつて少数
それでは次はですね、千本桜を、この3人でお届けしたいと思います。千本桜の、作詞作曲をされたクロウサピーさんがですね、曲を出してからちょうど10周年ということです。おめでとうございます。今日はですね、和楽器バンドのメンバーでもある、この3人で、千本桜のちょっとアレンジバージョンをお聴きください。その線